Hey, what's up? 山本です。本日の動画ですが、昨日 HIS の初夢フェアというセールが始まりました。国内旅行にフォーカス当てて紹介させていただいたんですけども、HIS で取った方がほとんどは安くなるという結果でした。今回の動画は海外旅行編になります。今本州出発のもの、特に首都圏出発のものの金額載せてるんですけれども、個別で取った方が安いんじゃないかなっていうものももしかしたらあるかもしれませんので、ここの比較していきたいと思います。このチャンネルでは世界70カ国以上訪問経験なら元部入りが私、山本が旅の情報、フライトレビューなどをお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。早速ですが今首都圏版見ておりますので、まあ、例えば、かなり安いですよね。ソウル3日間24,800円というのがありますので、これ、個別で予約した場合、航空券も含めてどうなるのか、ここをまずは検討していきたいなと思います。ちなみに、2名、1名でそれぞれ値段変わってきますが、とりあえず今回2名で行った場合で検索かけてみたいなと思います。一番安いのがこの日かな。とりあえず水曜日出発で。行きたいなと思います。そうすると2名で63,980円っていうのがトータルの金額になります。今回こんな感じで計算しながら行きたいなと思います。トータルが63,980です。さあこの HIS の価格から個別に取った場合どうなるのか、飛行機代、ホテル代、その他もろもろ、これを合わせるとどっちの方がお得なのかっていうのをこれから検索していきたいなと思います。ちなみに航空会社はどこになるかわからないですね。この中だったらエアプレミアが一番当たりなんじゃないかなっていう気がします。いずれにせよ全て LCC、まあ、エアプレミアはちょっと扱い違うかな、スカイマークみたいな位置づけの航空会社だとは思うんですけども、どの航空会社も15キロまでは受託手荷物込みですよと。で、ホテルもおそらくこれどこになるかわかんないということなので、3日間ですね。17日出発のパターンで考えてみましょう。で、ここ人数2人にして、1月の17から1、2、3、19までですね。となると、金額がどうなるのか。最安で7万8000円。え？マジで？マジか。どうでしょうか？もう、エアーの段階？航空機の段階でもう元取れてますよ。マジか。まあ、仮にホテル代がまあ1万円だとしても、ほら、どうでしょうか。なので、HIS のツアー、これ普通に安いな。ちなみにこれが1人の場合どうなるのか。1人の場合は追加料金かかったりしますので、これを踏まえて、1万4000円がおそらく追加代金になると思いますので、1人だと45990になります。45990。で、飛行機の部分なんですけども、これも1人にして、どの便当たるか分かりません。最安39,400円。ただ、ピーチは入りません。エチオピア航空も入りません。ジップエアも入りません。となると、エアソールは可能性ありますよね。エアソールはどうでしょうか。ちょっと見てみましょうか。エアソールの場合は、入ってたよね。エアソール。入ってますね。まあ、仮にエアソールだったと仮定して、3万じゃないね。42,481。で、ホテルを、まあ、仮に2人で泊まっても多分変わらないと思いますので、これがホテル代が5,000円だったとしても、トントン。まあ、3日間なので、2日ホテル5,000円は無理ですよ。チムチルバに泊まるとかだったら全然いけますけれども、まあ、あとは、そもそもの飛行機代が高い。これはちょっと高いですね。もうここに標準的出てますけども、東京からソウル、3万円ぐらいかなと思ったんですけど、ちょっと高いですね。ここに標準的になってますけども、最近、無地で日韓路線需要が高いので、値段がかなり上がってるところではあるんですけども、まあ、これぐらいですよね。これぐらい。まあ、あとは、今回 HIS のツアーには入ってない、じゃないな。日程的な部分で言うと、ちょっと、外れてくるんですけども、例えばこれ飛行機だけで見ると1月11から13のこの3日間が3万3000円なんですよ、エアプレミアで。ただこっから選ぶとしたら対象外の日付ではあるんですけども、仮に今取れる最安の金額がこれぐらいなので、これで取ったと仮定して33732、ホテル代はまあ1万円無理なので、まあ、1万円ぐらいにしておきましょうか。まあ、これでトントンぐらいですよね。なのでHIS の首都圏発のこのツアーに関しては、私はお得だと思います。
他にまあね、正直エア代がかなり高いのでここが抑えられれば全然いいとは思うんですけれども、他に何かこれかオンライン体験ツアー見放題サービス、まあ、要するにここですね、旅の予習をしたりっていうところがあるんですけど、これを無料で見ることができますよっていうのはあるんですけれども、まあ、それ以外の部分鑑みても HIS のツアー、まあ、日によるね、日によるこれは日によるわ。例えば次土日出発で見てみましょうか。例えば20日出発ですね、20日出発で今度2人並びに1人でやってみましょうか。でまず1人のパターンですね、1人のパターンですと54990です、54990で個別で取った場合です。20日からの123これですね、これでやると飛行機代がだいたい4万4000円ぐらいですね、どこの航空会社も。一番安いエアプーさんがあるのこれにしましょう、43496でホテル1万円、あこれだとトントンか、日付によっては安いって言ったところでしょうか。試しに2人の場合見てみましょうか。2人の場合は追加料金かかりませんので、こっちの方がねお得になる傾向が強いんですけれども、2人にして出発20日、81980総額です、81980、そして飛行機が86992、どうでしょうか。仮に5000円のホテル、まあ、実際ホテルこれぐらい取れることは少ないと思いますので、まあ、どのホテルになるか分かりませんけども、この額になります。まあ、正直ね、ここの部分がかなり通常より高いなっていう感じはするんですけども、やはり2名以上であれば、土曜日出発だったとしても、HIS の方が安いよっていう計算になります。ただ、この金額ですので、他の土日だと3万8800円とか、ここら辺旧正月絡んできますので、ちょっと高めではあるんですけども、ただ他の週末見ていけば、日本の閑散期に当たるところは土日出発、土曜日出発も3万3800円ありますし、もっと安い日付、平日動ける方であれば、ここら辺選べば2万4800円の最安値から行くことができますので、基本的には HIS の方が安いのかなといったところでしょうか。続きまして、ホノルルありますよね。ハワイの5日間。これちょっと見てみましょうか。10万9800円から行けますよということなの。これですね。10万9800円からということで、結構特典ついてますよ、これ。まずポイント。トラブルも安心。HIS のハワイ支店が日本語サポート。これありがたいですよね。昨日紹介した国内旅行のところでも沖縄に、読み方わからないんですよ、レアレアなのかリーリーラウンジかわかりませんけども、ラウンジ使えますよだとか、あとはあアプリ使ってラウンジスタッフともチャットでやり取り可能っていうこともありますので、なんかあったら困ったことあったらここサポートしてくれるっていうのはかなりポイント高いのではないでしょうか。もちろん自分で手配した場合こんなのついてきませんからね。あとはこれもかなり大きいと思います。安心の空港からワイキキ間の往路送迎付きということで、ホノルル行ったことある方いらっしゃいますか。移動するのって結構大変じゃないですか。日本だったら空港から鉄道出てるところあるんですけども、まだハワイの空港までホノルルまでは鉄道通ってないんですよね。途中までは通ってはいるんですけども、これがないので現状行き方としてはバスかタクシー、ウーバーもしくはホテルの送迎車、これぐらいになると思うんですよ。でバスいいじゃんと思う方多いと思いますが、確かねバススーツケース大きいの持ってると乗車拒否されるはずなんですよね。なのでおのずとスーツケース持ってる方はタクシー、ウーバーかホテルの送迎車に限られるんですけども、どっちも高いんですよ。普通に 4,5 千円ぐらいするんじゃないかなっていうところなんですけれども、送迎付き無料なのでこれはありがたいですよね。でしかも到着も朝到着する便が多いので、そこからチェックインの間まで少し時間かかるんですけれども、手荷物一つで観光やショッピング楽しめますというところなので、これはいいんじゃないでしょうか。ちなみに袋は1人プラス3000円ということなので、まあ、これだったら正直タクシーとかウーバー手配した方が安上がりになると思います。人数が多ければなおさらです。あとは滞在中トロリーバス、これ乗り放題ということだったので、普段は乗れるんでしょうか。正直私2回しかハワイ行ったことないので、全然ハワイのこと詳しくありません。おそらく皆さんが詳しいと思います。なのでこのバスも無料で乗れるし、まあ、いろんなラインがあるんですね。なのでこういったところ乗っていろんなホノルル以外のところにも行けますよっていうのもありますし、あとはラウンジの情報もこれ下にあったな。ラウンジこれかな、これですね。このラウンジ無料で使うことができるみたいで、あとね JCB のカード持ってる方使えるラウンジだとか、楽天カード持ってる方使えるラウンジとかもあるみたいです。私は行ったことないんですけども、そういったのもありますので、ちょっと疲れたら休むだとか情報収集するだとか
ロッカー、着替え室とかもありますので、ドリンクサービス、これはいいですね。こんなのがあるし、もし雨降っても傘貸し出してくれますよっていうのもありますので、ハワイ行ったとしてもね、安心安全、エアポートラウンジ？なになに？これも、お？どういうこと？HISの対象、対象コースってことなので、すべてのお客さんではないんですけども、一部の商品ではこういったラウンジのサービスありますよだとか、これが先ほどもお伝えした駅中、旅中アプリということで、チャットでスタッフに質問できますよだとか、いろんなのあるみたいですね。で、シャトルもありますし、これで、まだトップじゃないか。あ、これか。トローリー。これが乗り放題ですよということもあるので、かなり豊富。自分が思ってた以上にこれはいいですね。あとは、こういったマガジン、雑誌も見ることができたりだとか、4月以降だったら、これはどういうこと？ 1 月いっぱいの予約で4月以降の出発でダイヤモンドヘッドやワイキビーチを見渡すことができるオープンエアの空間でアイランドスタイルの朝食ビュッフェを楽しめます。そういうことか。朝食付きみたいな、そんなあれなのかな。で、ホテルに関してはどこになるかは分かりませんが、最低限の設備サービスを備えたホテルですよということでした。あとは先ほどの韓国と同様にオンライン体験ツアーで事前に予習することもできますのがありますので、とりあえずこれ見てみましょうか。人数は2人にして、金額まずは最安の日からいきましょうか。1月8日出発109,800円なので、2名で248,380、248,380円になりますので、ここにその数字を入れますと、うわ失敗した、コピーしたら変になっちゃった、これにか、248,380円ですね。そんで飛行機の部分がどうなるのか、1月8日出発の今回のこれは何日間でしたっけ、5日間だったかな、まあ、とりあえずこれで確定させて、アレンジ、ホテルの指定はできません、ランクの指定もできません、1名室になると9万円プラス、航空会社は JAL、もしくはその臨時便 ANA、ハワイアン航空、ユナイテッド航空、大韓航空にいずれかになりますが、大韓航空は4月以降に再開するので、現状 JAL、ANA、ハワイアン航空、ユナイテッド航空のどれかになるのかな？あれ、ユナイテッド再開してましたっけ？いや、まだユナイテッドも再開してなさそうですね。そんで、デルタは今回使わないということでした。とりあえず1月8日から1、2、3、4、5、10人なのかな、袋は。ちょっとわからないんですけども、もう少し詳しく見てみましょうか。これでやると日程はどうなるんでしょうか。予約へ進むと、とりあえず適当にこれかな、予約内容、帰着日が12なので11日ですね、出発は11日になりますので、帰着を11にすると飛行機代が合計で日本航空 ANA、まあ、日系の方が安いのか、日系の航空会社使って、まあ、ANA にしておきましょうか。11050、あ、これごめんなさい。これ2人分でしたね。今1人分になったので、2人分の場合は、222100ですね。222100。この金額になりますね。あ、安いね、これは。だって、ハワイ一泊、どんなに安いホテルでも、僕がまだ動画出せないんですけども、昨年実はハワイ行ってるんですよ。その時、ドミトリーで1泊8000円くらいしました。ドミトリーで。なので、2万円にしときましょうか。1人2万円なので、2万かける、これは3泊になるのかな、ホテルは。ホテルは何泊になるんでしょうか。書いてないな。まず、8日に出発し、8日に着くので、8、9、10、11。だから3泊4日分ですね。だから、かける3。仮に2万円だとして、2万円 ×3、6万円、どうでしょうか。かなり安くないですか。ほら、ここのバスの乗り放題だとか、それでも含まない、送迎も含まなかったとしても、この金額ですね、もう計算するのもやめました。この段階で、2人の場合は HIS 圧倒的に安いな。初夢フェア、なかなかやりおりますね。試しに、1人の場合どうなるのか、調べてみましょうか。人数を変更します。人数変更して1人にした場合どうなるのか。1人の場合は169190。うわ、1人参加代に4万5000もかかるのか。まあ、しょうがないですね。169190です。169190。で、飛行機がこれの半分なので、
これがいくらでしたか。111050でホテル代は変わんないので、一人だったら、まあでもそれでもここにいろんな送迎代とかもありますので、もう普通に安いですよね。もちろんホテルのランク落とせば話別ですけども、仮にドミトリーに泊まったとしても、この差だったら HIS で参加した方がいろいろサポートもありますし、僕はこっちの方がいいんじゃないかなっていう気しますし、ホノルルのドミトリーに泊まりましたけども、正直これで一泊8000取られんのっていうのが正直な感想ではあったんですけれども、うん、やっぱり一人参加でも安いですね。問題は他の日付です。今回一番最安の日付選んでやったので、まあただハワイ行く人週末で弾丸って人はあまりいないと思いますので、どうしましょうか。どれぐらいにしとくかな。149,800円、これぐらいにしときますか。例えばこの149,800円、この日で行ったと仮定します。日付は16日出発です。そうすると328380、これ2名分です。328380になりまして、飛行機が16からのフライトになりますので、2月の16 16からの20かな、1620、これで計算するとハワイアン航空が一番安いので、まあ、とりあえずハワイアン航空で計算してみますか。94590になります。ただこれ2人分なので、2人になると189180。こんな感じですね。で、ここが飛行機じゃない、ホテルを6万円と仮定して、この金額、あーって考えたら、どうでしょうか。僕はこれだったら、個人手配の方がいいんじゃないかなと。2名で、8万円の差があるのであれば、まあ、これ仮の金額なので、ホテルがどこになるかまだ分かんないっていうところもありましたので、まあ、試しにホテルどれぐらいか見てみましょうか。ホノルル。ホノルルで2月16日から2名、3泊ですね。3泊なので、19かな。これで検索してみましょうか。あれ、ホノルル入んない？あ、これ、ん？空港。知らないんだよ。空港周辺のホテルが出ちゃうので、出てこない。これだと出てくるんですけどね。ホノルル、自分に入れるか。少々お待ちください。ハワイオアフ島ホノルル、これで検索するとホテルが大体の金額出てくると思います。6万円もすっかな、まあ、適当に今6万円って入れてみたんですけども、今トラベルコを使って一番安いところを調べてるんですが、やっぱりね、いいホテルは3泊でこれぐらいしちゃうんですよね。さすがのトランプさんといったところかなとは思うんですけども、ああまあまあまあ、でも6万円、まあ、妥当な額ですよね。ここだけちょっと安いんですけども、それ以外も6万円ぐらいなので、あながち私の値付けは間違ってない。まあ、6万円も安い方なのって、まあ、て考えてね、これ仮に8万円ホテル代かかったとしても、こっちの方が安いのって、ホノルルに関しては日付によるってところかな。なんで、最安の日付で動ける方は HIS で申し込んだ方が安いですし、今回は1人当たり4万円アップの14万9千円のところを選んだんですけども、ここはちょっと高めなので、こういったところだとご自身で手配した方が安くなります。8万円ぐらいの価格差があるのであれば、HIS で頼むメリットも正直大きいんですよ。大きいんですけれども、やっぱり価格差の方がそれ以上に大きいと思いますので、まあ、ここは皆様方がどこで手を打つかっていうところにもよりますけれども、結論は最安値であれば HIS はかなりお得といったところでしょうか。他にもいろんな商品ありますので、検索していきましょうか。お得なの、あ、これタイ結構安いよね。タイ見てみましょうか。タイの場合はエアアジア X が指定になっているんですよね。タイエアアジア X で、受託手荷物も込みの4日間のツアーになっております。とりあえず、まあ、今後はもう2名一室のパターンで検索していきたいなと思います。最安の日付がいつになるかというと、あれもう売り切れてある、もしかして。え、最安、あれないな。丸印がついてるところがさ、これか。だいぶ先ですね。5月下旬。ちょっと雨季には当たるとは思うんですけども、とりあえずこの日付で選ぶと114660になります。114660。で、この金額でフライトがタイエアアジア X。で、ホテルも指定なんですね、これ。トンタラリバービューホテル。
ここがまずホテルいくらかっていうところも検索していきましょうか。そんたらまずはこれで5月の何日でしたっけ、5月のこれは27からの3泊になるのかな、2泊になるのかな、とりあえず5月27の2泊になるのかな、もしかしたら一旦これで検索かけておいて一旦飛行機の方移りましょうか。で2名一室タイエアアジア X 送迎はついておりませんと。でこのパターンでまず飛行機代がいくらかかるのか、東京からバンコク5月の27、29、とりあえずこんな感じで調べてみましょうか。これ2名分の金額で、航空会社がタイアジア X がもう指定になっておりましたので、これですね、タイエアアジア X、 これ2名で102698、102698、はい、どうでしょうか。ホテル代もちろんこんなしませんので、飛行機代だけでこの価格差ってことは、やっぱり最安値の場合は圧倒的にお得ですよね。仮にこれ飛行機スクート一番安いので、スクート選んだとしても90508、2万円でこの分の差なので、まあ、これだったらやっぱり最安の場合、トンタラリバービュー、待てよ、そんなにホテル高くないな、9102、どうだろうか、まあ、ただこれ飛行機がスクートになってるので、同じ条件でいくと102698、ほぼ同じぐらいって考えたら、いろいろ面倒なこともあると思いますので、一緒に予約した方が安いんじゃないかな。これ今2泊3日で計算してるんですけども、これ2泊3日なのか3泊なのかな、直行便利用ということなので、具体的な時間が分かれば、あ、これだ、ありました、1、2、やっぱ2泊ですね、2泊3日でこの金額なので、どうでしょうか。ハワイだとか韓国であれば、やっぱり安い運賃ね、安い日に関しては HIS から予約した方がお得ではあるんですけれども、今回のこのタイ、かなり4キュッパで安いっていうところは僕は思うんだけども、個別に手配して同じ飛行機でこれで、もしスクート使ったらこの金額なので、スクート使ってとか、もっと安い飛行機乗るんだったら個別でいいと思いますし、全く同じ条件であれば、まあ、スクートは経由便というデメリットはありますけれども、タイアジア X であれば直行便ですので、この部分考えたらそんなに大差ないですし、あとはポイントサイトとか使うって考えたりだとか、後々のトラブルのことを考えたら、これぐらいの価格差だったら僕は HIS でいいんじゃないかなっていう気はしますね。なので今回いろんな旅程を検索してみましたが、少なくともこの最安のフライトを選ぶのであれば HIS の方がもちろん安いですし、あとは4キュッパ以外にも、タイ、日本でいう冬の季節が寒気でベストシーズンなので、そこにね、この77,800円払うと17万になるじゃないですか。これだったら個別手配の方がいいんじゃないかなと。で3月でも6キュッパの日がありますので、6キュッパの日選んでも154,400円なので、これだったら個別の方が安いんじゃないかなっていうところではありますね。次も見てみましょうか。次、おっと思ったのがこれかな、ジェットスターのケアンズかな、これケアンズツアー、ここもなかなか安めではあるのかなっていう気はするんですけども、6キュッパですね、成田ケアンズ。まずは飛行機のところ見てみましょうか。成田からケアンズで、日付が最安はいくらでしょうか。最安は1月12日ですね、16,500円、 HISY はこの金額になりまして、で個別で手配するとしたら、今回のこの日程はどうなってるの、教えてください。日程は、あ、でも往路は送迎付きなんですね、これ。往路送迎付き、しかも20キロの受託で荷物すくまれ、あ、そうだ、失礼しました。先ほどのタイのプランあるじゃないですか。こっちだと受託で荷物入っておりませんので、やっぱり HIS の方がいいですね。これに受託で荷物入れるって考えたら12万円は絶対超えてしまいますので、って考えたらやっぱり最安の日付であれば HIS の方が安いです。この部分だけ少し訂正したいと思います。とりあえずこの日
定を選んだとして、さっきの具体的な日程はどこから出したんだろうか、出てこないな。何時発の便とか出てくるはずですよね。さっきどこで見たんだっけな。あ、これだ。1日目だから 1,2,3,4,5 5日で、12日出発で見たね。12,13,14,15,16 袋のフライト16日ですね。1月12の16。これで検索すると最安が2人で、あれだいぶ安いぞこれ。これ2人でこの金額ですからね。え、マジか。275834。いや、そもそもこんな高いか飛行機こんな高い。日付変えてみましょうか。でも安くてもやっぱり20万ぐらいはしちゃうんですね、これ見てると。うん、まあ、19万3000とかもありますけども、結構するね。19万円ぐらいの日もジェットスター直行便であるんですけども、この時点でも普通に安いですよね。もう結論出ました。オーストラリアケアンズは圧倒的に HIS 安いです。これはこんなにも違うか。タイのやつがそんな価格差なかったのであれと思ったんですけども、ケアンズに関してはこれも圧倒的に安いです。しかも先ほどお見せした飛行機代、受託手荷物入ってませんからね。これはすごいわ。いいね、オーストラリア。私ケアンズは行ったことないんですけども、いつ行ってもなんか常夏っていうイメージではあるんですよね。いや、これは安いね。他のところも見てみましょうか。他、カタール航空でこれ見てみましょうか。以前であればコロナ禍前であったら、だいたいカタール航空使ったら安い時に6、7万円ぐらいでフランスまでドーハ経由で来たんですけど、今はセール運賃でこれぐらいっていうところが多いので、しかも羽田発、ちょっと待ってよ、羽田発になってますけども、これ成田発に変わりますね。理由としては 2,3 日前に発表があったんですけれども、カタール航空羽田発着の便運休になります。しばらく日本航空が3月31日に直行便出す影響があって、それでカタール航空が日本航空に変わるみたいな、そんな感じなので、おそらくこれ成田に変わるんじゃないかなっていう気はするんですけど、まあ、とりあえず羽田発の定で調べてみましょうか。最安は1月14から行けるみたいなので、これを選ぶと301640、果たしてここから安くなるのかどうかで、便確定させて、失礼しました。今回のこれ3月31日以降羽田発着が運休になりますので、今回のパリ行きは3月26日までの出発分なので、ここは失礼いたしました。まだ羽田便カタール航空動いておりますので、先ほどの発言は聞かなかったことにしてください。でとりあえずこのパターンで行ったら、何日選んだっけ、14でしょ、14、15、16、17、17ですね。14の17を14、しかもこれ羽田、14の17、これで検索すると最安がカタール航空で304,780円、304,780、はい、もうこの段階でもうどうでしょうか、これです。3000円分だけ高いです。でもし仮にこれ成田も含めて最安の値段で行くと仮定しても、中国国際航空219836、219836で、ここにホテル代が加わってきますので、ホテル代も1泊2万だとして、まあ、4万ぐらい、まあ、ただこれ中国国際航空ですからね、仮に同じだとしても、はい、どうでしょうか。もう調べる間もなく、やっぱり最安値の金額に関してはやっぱり HIS かなり安いなと、そんな感じがします。でこのプランの特徴は、これいいですね。最近インフルエンザすごい腹減ってるじゃないですか。なので急に熱出て行けなくなったっていうことでも、こんなキャンセルサポートがついてくるみたいです。あとはカタール航空、しかも羽田発着になっておりますので、ここに書いてある通り仕事帰りからの出発も可能で、到着も朝方なので、もう最悪そのままエクストリーム出社することもできますので、いや、あんまり休み取れないんだよねって方でもヨーロッパ行くことができます。なのでこれは見放題サービスもついてますねということで、ホテルがいくらぐらいでしょうか。カンパニール
ポルト・ドゥ・パニョレホテル、ここがいくらするかというと、調べます。少々お待ちください。これを調べます。で、日付が1月14日からの2泊14から16と、とりあえずこれで検索するといくら出てくるんでしょうか。あれ、あ、これ地区の名前か。地区の名前なので、先ほど紹介したこのカンパーニなんちゃらホテルってのは出てこないので、このまたはのこのレセダホテル、これだったらすんなり出てきてくれるんじゃないかな。レセダホテル、ん、出てこない、もしかして。え、なんかフィリピンで出てきちゃったよ。なんでこれでどうだ。え、出てこない。どうしてどうして、大変申し訳ないです。ヨーロッパ、フランス、パリ。で、これでどうだ。来い。レセダホテル。あれ？出てこない。まあ、出てこないです。大変申し訳ない。とりあえず、ホテルの指定なしで検索かけてみると、だいたい2泊でどれぐらいするのか、それがここでわかるはずなんですけども、どうでしょうか。1万、いや、意外に安いですね。あれ、ホテルそんな高くないんですか。あ、でもあれか、ドミトリーとか出てくる可能性ありますので、まあ2万円ぐらいですかね、安い、平均でやると。ですね。まあ仮に2万円だとして、こんな感じです。なのでやっぱり HIS の方が安いってことですよね。いずれも、最安値の場合になってきますので、高くなるとやっぱり個別で行った方が安いんじゃないかなっていう気はします。あとはこのジェットスター祭りってやってるので、先ほどもケアンズ紹介しましたが、かなり安いね。あとはプラスアルファのオプションついたコアラと抱っこ写真付きということで、あ、皆さんこれ覚えておいてください。シドニーあるじゃないですか。シドニーコアラ抱っこできません。オーストラリアってコアラ抱っこできる州が決まってるんですよね。ケアンズだとか、あ、メルボルンかブリスベンどっちか OK なんですけど、シドニーは絶対ダメなんですよね。っていうのがありますので、皆さん気をつけてください。他にもね、これお得なのがあって、これ、見てください。香港、ビジネスクラスで行く3日間。これかなり安いと思います。13万4800円からということで、仮にキャセイのビジネスクラス普通に取ったとしても、それなりの金額はかかると思うんですよね。次、これ調べてみましょうか。出発をとりあえず、あ、結構売れてる、これ。ほら、バツ印多くないですか。それだけ人気ってことですよね。とりあえず1月16日からの3日間と仮定して、東京から香港のビジネスクラス16から3日間、16、17、18、これかな、この日付で検索すると、ほら見てください、キャセイのビジネス40万しますよ、2名で。一旦これキャセイ便のみで検索絞ってみましょうか。キャセイ便のみで安かったとしても、あ、やっぱ安くてもこれぐらいの金額しますので、このパックツアーははっきり言ってお得です。めちゃくちゃお得。だって今お見せしましたよね。2名で29万円します。で、一方、飛行機だけで39万2300円します。なのでもう比較する余地もなく安いです。他にちょいと高い日付、例えば土曜日出発見てみましょうか。土曜日出発だと値段上がって38万340円になっちゃうんですけれども、まあ、それでも飛行機代の方が高いので、このキャセイのビジネスクラスツアーはかなり安いです。まあ、あと余談ですけれども、もしビジネスクラス乗りたいよって方、ソウル発券見てください。ソウル発券するとがっつり下がりますし、目的地これ変えたとしても、例えばバリ島にしてみましょうか。バリ島にしたところでそんなに値段変わらないですので、ほら、日付選べば、見てください、これ。東京から香港の直行便、ビジネスクラス1回乗るだけで2名で39万、1人当たり20万弱するんですけれども、ソウル発、東南アジア行き先、大体これぐらいの値段が最安なんですけども、29万8千、1人当たり15万円ぐらいで、キャセイのビジネスクラス2回乗ることができますので、こっちで取ってホテル別手配っていうのも全然ありだと思いますので、皆さんこれ覚えておいてください。これはね、かなり安いですね。ただ、ソウルまで行くのもめんどくさいし、香港行きてんだよなって方は、ぜひ、この商品選んでみてください。このビジネスクラスはかなり安いです。ただし、注意点としては、キャセイのビジネスクラス、
2種類のシートタイプがあるんですよ。まあ厳密には3種類ぐらいあるんですけれども、主に分けるとしたら2種類ありまして、で注意していただきたい点、まあ、Google フライト見れば一番分かりやすいんですけれども、エクストラリクライニングシート、フラットシートという分かれ方があるんですけども、そこに注意してほしいですね。もしエクストラリクライニングのシートになってしまうと、もう字の通りエクストラなリクライニングなんですよ。まあ、つまり何が言いたいかというと、フルフラットになりません。なのでこの点を気をつけていただきたいんですよ。例えば、これは OK です。フラットシート。フラットシート。フラットシート。これです。これ。エクストラリクライニング。777の一部機材だけ、これがあります。これ選んじゃうと、222の配列になるのかな。まあもちろん2人参加なんでそんな気にはならないかもしれませんけれども、まあ逆に2人参加だったら隣にご夫婦の場合は、配偶者の方がいらっしゃれば安心というメリットはあるんですけれども、こっちのフラットシートになると121の配列になります。私も過去にこちらのフラットシートの方のビジネスクラス動画出しておりますので、そちらでもご確認いただければなとは思うんですけど、この違いがあります。ただし運賃は変わりませんので、この点お気をつけください。本当に安い商品たくさんありますね。一旦、首都圏発これぐらいにしておいて、今回も全部紹介すると時間かかってしまいますし、もうかなりの時間調べるにかかってるとは思いますので、もうここからはサクッと紹介するぐらいにしようかなとは思うんですけれども、大阪発、関西発でも安いのありますし、これはいいね。芦屋のチャーター便なので、ってことはソウル経由と思うじゃないですか。違うんですよ。これ実は直行便です。どこ行った、これ直行便、これはかなりいいと思います。でソウルに関しては先ほど紹介した通り HIS の方が安いです。ただ韓国大阪発の方が安いので、まあ、そんな変わらないとは思うんですけど、おそらくねこっちの方が安いのかな。ただ日によっては直前であればね、往復ピーチ利用で HIS 発券でも1万円台の運賃も時々出てきますし、これだけは調べとくか。とりあえずピーチ使ったソウル行きのチケット見てみましょうか。キックスインチョンの直行便でピーチに絞るのは一旦やめとくか。で、これ選んだ場合、総額どうなるのか。最安値の日付、1月16日からの3日間になります。で、飛行機が1月16から18。で、エコノミークラスにすると、ピーチで 68,640円です。航空券代だけで。で、一方、ツアー代金がいくらになるかというと、63660、68640。はい、そういうことです。やはり HIS が安いということになりますよね。ただ、まあ正直この金額2名でこれってなんか高いなっていう気もするんですけども、日を選べもう少し安い航空券。これに、ここに表示されたのは2名での金額なんですけども、あんまないな。5万円台っていう日はありますけれども、仮にこの5万8100円で行ったところで、6万3660円。200分5000円で宿取れますかったら取れるわけないので、やっぱりこれ、まあ、日付にはよるとは思うんですけれども、まあでもほとんど、まあここら辺かな、ちょっと高いの。週末でちょいと高いなっていう日はあるんですけども、ただ設定されてる日はあんま多くないな。そんなに、と言いますか、普通にこの商品安いと思いますので、ただ、なんて言うんでしょう。プラスアルファのサービスあんまりないですけども、うん、結構安いと思います、これは。他の商品は、あ、こっちもあるのか。あ、4日間でこの値段だったら圧倒的にこっちの方が安いですね。オンライン限定、価格に自信、ソウル4日間。これ3日間なので、2泊3日ですけど、こっち3泊4日ですからね。これはもう調べません。こっち安いと思います。で、マックス4万1800円なので、これ選んでもこっち安いんじゃないかな。で、今回気になるのはこれなんですよね。グアム行き。しかもチャーター便利用ということもありますので、まあ、おそらく芦屋航空の深夜中期とか、そういったのをうまく活用しているものだとは思うんですよね。夜に関西空港到着して翌朝まで便がないから、その空いてる夜中の時間帯に飛ばしてやろうみたいな、そんな感じがします。とりあえず最安が3月16日。これチャーター便なので、就航してる日も限られてきます。金額が145320になります。145320。そんで HIS ではなくてフライトキックスグアムの3月16日からこれ何日間でしたっけ、5日間ですね。5日間なので、具体的な日付は16、17、18、19、20ですね。
3月20日出発にして、この場合あれ出てこない、どういうこと、もしかしてまだあれアシアナ航空あれ出てこない、日付間違ってる、もしかして間違ってないですよね、日付3月16から20、それとも日袋の日付が違うのかな、あれ出てこない、なんで、まあ いや、とりあえずユナイテッド航空の直行便使ったっていう体で仮定すると199480どうでしょうか、もうホテル代関係なく普通に安い、ただちょっとこの直行便が出てこないのが気になるところではあるんですけども、これ一人にしちゃってくるかな、あれなんで出てこないんでしょうか、うん、まあ いや、仮に出てこなかったとしても普通に安いです、僕が見た中で最安がこの日のみではあるんですけども、もしこの日に行ける方であれば圧倒的に安いです。そんでこの商品の特徴はまずチャーター便利用しますよと、で1人5000円で並び席用意、ビジネスクラスも用意してるんですね、ビジネスクラスはどれぐらい金額変わるんでしょうか、あと機材にもよりますよね、おそらく321とか330とかそんな感じだとは思うんですけども、もしビジネスクラス使った場合3月16日一番安い日付で出発したら金額どれぐらいになるのかっていうのを調べたいと思います。最安がこの日になって245,320円なので、あ、10万円ですね、1人5万円プラスでビジネスクラスって考えたら、どうだろうな、機材にもよるんだけども、確かこれ前ちょろっと見たらね、エアバス321のネオだったと思うんですよね、321のネオだったら正直いいシートではないです、そんなに機材は新しいんですよ、機材は新しいんだけども何とも言えないところもありますので、うーんっていうところかな、まあ、ただいずれにせよ安いことには変わらないですし、ホテルも追加料金払えばアップグレードすることもできます、そんな感じかな、であとここもあるのか、またラウンジが使えますよっていうのもありますし、あ、これ良くないですか、現地レストランやショップで使える30ドル分の電子クーポン、だいたい4400円分ぐらいでしょうか、これがついてくるって考えたらビジネスクラス使おうがエコノミークラス使おうがこれかなり安いです、エコノミークラスは2人で14万5000円ですので、このツアーなかなかいいんじゃないかなと、ただデメリットを挙げるとしたら初日夜遅い時間に出発して中途半端な時間、だいたい3時間ぐらいかな、2時間半から3時間ぐらいでグアム到着しますので、もう眠くて眠くてしょうがないよっていう時間、まあ、ただ送迎ついておりますので多少時間は根性送迎なのでかかるかもしれませんが、到着してからの足心配することありません、これ余談なんですけども、私前グアム行った際はグアムの滞在マジでヒッチハイクだけで過ごしましたっていうのもあったね、 あとこれいいじゃないですか、赤いシャトルバス乗り放題なので、グアムの有名なところは行けんじゃないかな、タモン地区だとか、あとは あのスーパー何でしたっけ、空港近くのあそこ、多分これのバスだと走ってると思いますので、こんなので行きますし、しかも長いですよね日程が、あ、これかなり安いんじゃないかな、ホテル 1泊仮に1万5000円かかったとしても 1,2,3,4泊分だから、あ、これはめちゃくちゃ安いよ、仮にホテル1万5000円かける4,5×4,26万円かな、仮にホテル代6万円だとしてもこの金額ですからね、めちゃくちゃ安いじゃないですか、これはおすすめツアーです。他にもいろんな安いのはあるんですけども、あ、香港もこれ29%安いですね、安い、いいじゃないですか、やっぱり大阪の人羨ましいな、こんな金額で、ダナもしかもベトナム航空使ってこれですかね、 LCC じゃなくて、でベトジェット使った4日間とベトナム、え、逆転現象起こってんだけども、ほら見てください、ベトジェットエアは正直安いです、往復 2,3 万ぐらいで取れるので、正直これはね安いけども自分で取った方が安いと思います、なんですけどもベトナム航空使ってこの金額は圧倒的に安いと思うな、こんなに安いか、あとはこれタイの民族衣装レンタルトクトクチャーター付きバンコク5日間5キュッパから、安いな。でここら辺のジェットスター祭りは東京発着に比べるとちょいと高くなりますけども、それでもねこの7キュッパで行けるって考えたらかなり安いんじゃないかな、クルーズの商品もありますし、 いいですね。次に名古屋発着、中部地方発着の商品見てみましょうか、ここもかなり安い商品がありそうな気はするんですけども、どうでしょうか、ここら辺見ると、あ、2キュッパ、まあまあ安いですよね、で台北3キュッパ、
バンコク49%、これも安いね。香港国、これ LCC じゃないですからね。6万4、なんかちょっと高く感じるな。プーケットも良くないですか、これ。プーケット79%はなかなか直行便ないので、どこかで乗り継ぎのフライトにはなるんですけども、かなり安いわ。で、あとは、あ、ケアンズ5日間。名古屋から成田までの往復 JR がプラス2万円って考えたら、これ圧倒的に安いですよね。東京発着でこれ6万9800円だったんですけども、名古屋からでも新幹線と JR ってことだとは思うんですけども、これが2万円で追加できるって考えたら、やっぱり安いな。もういろんなとこの安い商品たくさんありますので、先ほども東京発着のキャセイのビジネスクラス安いよって話しましたけど、この名古屋発着でもかなり安いと思います。あ、ちなみにこれまだまだ安い商品ありそうなんですけども、これ以上は深掘りしないでおきたいなと思いますので、気になる方はご自身でご確認くださいませ。九州発もやっぱり韓国が近いってことなので、めっちゃ安いじゃんこれ。国内旅行感覚でサクッと行けますからね。プサンなんか飛行機で4、50分ですよね。福岡からだと。めっちゃ安いなぁ。これソウルも2万4800円。台北39%。いや、いいですね。あと、鹿児島からのチャーター便もあるんですね、これ。ベトナム航空のハノイ。これもなかなかいいんじゃないですかね、鹿児島お住まいの方。で、しかも、28日までに制約したら1万円引きになりますよってところもありますし、福岡もいいですね。東南アジアまでも近いから。こんな感じだったところでしょうか。ビジネスクラス使ったやつは、キャスティのやつは出てこないのかな。で、札幌、これを最後にしましょうか。他のところもあるんですけども、時間が今日、やっぱりかかりすぎちゃったので、これぐらいにしておきたいなと思います。やはり札幌になると、外国まで距離がある分、ちょいと高いんですよね。例えば、今札幌発、ほら、ソウルと台北が同じ価格。ソウルは高く感じるんですけど、台北はね、これ結構安いんじゃないかなっていう気しますし、他になんかお得なやつあります？羽田乗り継ぎ5日間。グアム。ほら、あ、そう、さっきの大阪発のグアムあったじゃないですか。10万高いわ。これビジネスクラスと同じぐらいの金額で、エコノミークラスですからね。あと、あ、これ名古屋からの国際線になると、エコノミープラス席へ無料アップグレード。これありがたいですね。あとはユナイテッドクラブラウンジ利用可能ということで、上級階のステータスある方であれば問題なく利用できるんですけど、ステータスない方、ラウンジ使えませんが、このパック商品使うとラウンジも OK だよっていうのがあるみたいです。とりあえず札幌発に関しては、そんなこれだっていうような、ないな。だってタイも4キュッパとか5キュッパで行けるやつが9万9800円になってますし、ソウルも2万4800円が3万9800円。台北だけはちょっとお得かなっていう感じはしますけども、ちょっと厳しいな。札幌民としては悲しい限り。キャセイのビジネスクラスも、もちろん札幌香港間の方が距離長いので、5時間50分ぐらい、6時間ぐらいかかるとは思うんですけれども、ちょいと高めにはなってますが、ただ普通に考えてね、ビジネスクラス単体で買うよりも安いと思いますので、かなり今回の HIS のツアー、本気出してるんじゃないかなっていう気がしますので、最安値、まとめると、最安値で行ける日があるのであれば、確実に HIS で買った方が安いです。で、いろんな商品、特典ついてきますので、そういう特典の部分も考えても、むしろそれがなかったとしても、最安値であれば、ほとんどが、初夢フェアの商品の方が安いと思いますので、この年に一度の大セール、これはもう嘘じゃないなと個人的には思いました。正直な話、僕としてはいや自分で取った方が安いよと思う部分もあるんですけども、ほとんどやはり最安値の場合は自分で取るよりも HIS の方が安かったので、昨日言いましたけども、バカリズムさんのこの顔に私もなっております。安いって顔、本当に安いので皆さんぜひ見てください。あとこれ昨日も言ったんですけども、モッピーというサイトから経由して購入すると 1% 分のポイント還元になります。国際線使った商品の方が単価高いですので、例えば10万円の商品2名分20万円買ったとしたら2000円分のポイント返ってきますので、もちろん HIS から直接それ申し込んでもいいんですけども、もしそれやると2000ポイント入ってきませんからね。モッピーをかますことによって2000ポイント1パックバックありますので、少しでもお得に旅したいよって方、概要欄に紹介コード入れておきますので、あ、そうだ、昨日も何名かの方紹介コードを使って入会された方、登録された方いらっしゃったみたいなんですけども、本当にありがとうございました。なので今回こんな感じで HIS、 国内もそうですし海外も安い、最安いであれば圧倒的に HIS で取った方がお得ですので、皆さんこの機会に
安くお得に海外行ってみてはいかがでしょうか。あとは最後にどうでもいい話一つ入れて終わりたいと思います。もしかしたらこの前乗ったジェットスターの成田旭川、あれが年内最後のフライトになる可能性が高いなという状況になってきました。本来は昨日名古屋から南京もしくは北京行きの吉祥航空の初便に乗ろうかなと思ったんですけども、やめました。なのでもしかしたら年内最後のフライトになるかもしれませんよというどうでもいい情報でした。ただまだまだ上げる動画いっぱいありますので、まあ、おとなしくしているのが一番いいのかもしれないですね。それでは今回の動画以上になります。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際の旅行は皆さんの高評価ボタンにボタンです。 Twitter インスタのフォローもよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。今日8時からイスタンブールの街歩き動画公開します。そちらもご覧ください。